人生を楽しむ仕組み。3度死にかけ2500万円の自己投資をする人生学校があなたの時間とお金をドカンと節約します。まず最初に言わせてください。この本とても人生における体と心を整えるための本質的な内容です。そしてとても楽しく学べます。Amazon Audible で十数回ほど聞きましたが、1回あたり約6時間半でしたので、合計約70時間分でしたが、それをたったの10分程度で究極にまとめてみます。Amazon Audible を偶然開いた時、ランキングが1位で評判も良く、気になって購入したんですよね。人生は楽しいかい？この質問に対して、毎日楽しくてしょうがないんですと答えることができるようになるための方法を教えてくれているんですよね。その方法とは、本来の自分を取り戻す。本来の自分を取り戻すための具体的な方法を17個教えてくれています。簡単なストーリーとしては、冴えないサラリーマンの主人公がロシア特殊部隊の秘密の教え、システマをロシア人で関西弁の男から17の指令と称した教えを受け、人生が徐々に変わっていくというものです。この17の指令の中でも最も本質部分だと感じた部分を究極にまとめていきます。すべての指令を学びたいと思った場合はオーディブルで聞いてみてくださいね。改めて、良い本は7回以上読んだり聞いたりすることが大事なんだなぁと感じます。7回以上で初めて内容を自然に実践できるようになるからですね。自分のためになりそうと感じた音声や本は、人生学校の動画に限らず7回以上聞くことをお勧めします。ちなみにこのシステマはお笑い芸人さんがネタにもしていて有名になったものでもあります。それでは早速、人生学校的目次から。前半、理論編、究極の7つの教え。1、システマの4原則。2、ゆっくりやる。3、知る。4、姿勢を整える。5、力を抜く。6、限界に触れる。7、分かち合う。後半実践編、究極のたった一つの教え。では前半、理論編から。1、システマの4原則。まずはこの本の土台となっているロシア特殊部隊の教え、システマの4原則からいきましょう。1、呼吸。2、リラックス。3、姿勢。4、動き続けるです。これが大原則で一番のポイントとなる部分ですので、もう一度。1、呼吸。2、リラックス。3、姿勢。4、動き続ける。人生のどんな時でも呼吸を忘れず、リラックスして姿勢を整え、動き続け、常に平常心、つまり普通の状態でいられるように訓練していくのですね。特に人生の修羅場といえるような時、ついつい呼吸を忘れ、体が硬くなってしまうと、視野が狭くなってしまい、平常心でいられなくなって、客観的に状況把握ができなくなってしまい、さらに状況が悪化してしまうということになりかねません。だからこそ呼吸をして、体は適度にリラックスさせておくことが重要なんですね。2、ゆっくりやる。日常を意識してゆっくりやることで、呼吸が整って視野が広い状態を保つことができて、普段気がつかないチャンスに気がつけるというのですね。本の中ではリーバイスを創業したユダヤ人のリーバイ・ストラウスが例に挙げられています。リーバイ・ストラウスはゴールドラッシュで金を掘りに世界中からカリフォルニアに人が集まってきた時、すぐに金を掘りに行かずにのんびりとゆっくり街を歩いたことで、その時金を掘る作業のために頑丈なズボンが足りていないということが分かり、テントの布でオーバーオールを作って提供したことが、後の世界的な企業になっていくのです。何事も慌てずゆっくりとやることで、視点が広がり、気がつかないことに気がつくというわけですね。また日常で革靴の靴紐を結び直さずにそのまま履いて出かける主人公に対して、靴をゆっくり結び直して履くことで靴が傷まなくて済んだり、歩きやすくなるんやでと教えています。めんどくさいからといって、たった数十秒の時間もないくらい慌てて意味もなく急いでやることで、いつも心に余裕がなく、張り詰めた緊張状態で多くの現代人は過ごしてしまっていると指摘しています。3、知る。個人でも会社でも業績を上げたいと思った時、まずは今の状態を客観的に正確に知ることが大切なんですね。それと同じで、まず自分の体のこと、例えば脈拍、呼吸の深さなど常に意識して把握しておくことで、今の自分の状態がわかります。どんな時にパニックになってしまうか、
など冷静に見えてくるようになるため、パニックにならないようにするために何をすればいいのかを判断できるようになります。人生学校的には、まず人生で真っ先にできるといいのは自分の価値観を書き出すことです。そして毎日の体調、体温、自分が使っている時間、収入、支出なども正確に記録して把握できるとさらにいいと思います。まず人生で何をしたいのかを分かっていないと、今の時代は特にいろんな情報に振り回されることになってしまうからですね。詳しくは別動画、ブレない自分になるための方法で詳しく解説していますので、参考にしてみてくださいね。4、姿勢を整える。姿勢を整えると何が起こるんですか？というと、それは視野が広がるです。そして体の無駄な緊張が取れてきます。ただ一般的に言われている気をつけのピシッとした直立不動の姿勢ではなく、呼吸が楽に行える姿勢がシステマの姿勢を整えるという意味なんだそうです。呼吸が深くしやすい自然体の姿勢を自分で見つけるために、呼吸をしながら体を前後左右に動かして探っていくと良いそうです。5、力を抜く。全力で頑張ることは平常心とは違うため、常に自然体でいられることが大事なんですね。自然体でいるためには無駄な力を抜くことが必要なんです。人生は超長距離走だからこそ、全力で頑張ってはいけないというのですね。力尽きるまで全力で頑張ってしまうと、いざという時に力を出せなくなってしまうわけです。アクシデントが起こったような時でも、無駄な力を抜き、常に平常心、普通の状態でいられるように普段から訓練しておく必要があるのですね。本書では参考として3割の余力を残すというエピソードが登場します。また限界から回復力を高める体験を何度もすることで、修羅場を自然体で乗り越える力が身についてくるとのことです。その方法はこの次に説明します。6、限界に触れる。限界から回復力を高める方法は何ですかというと、それは限界まで息を止めるです。呼吸を止めて限界が近くなると、暗い感情が湧き上がってきます。そして体に力が入ってくるのですが、それを緩めてギリギリまで息を止めると、生死に直結した原始的な恐怖の中心に触れることができます。そしてその後、鼻から吸って口から吐く呼吸を繰り返すことで、体の奥底に溜まっている疲労を一掃できるのだそうです。そして体、心の緊張がマックスの恐怖状態から回復するという体験をすることで、修羅場という普通ならパニック状態になってしまうところでも、視野を狭めることなく腹が座ってリラックスして落ち着いて判断ができるようになるというのですね。システマではこの息を止める方法をブレスホールドエクササイズと呼ぶそうですが、これを毎日やっていたら1ヶ月で腹が座ってきて、いつもヘコヘコ頭を下げているような相手が、逆に相手が土下座するようになるで、と先生が主人公に言うエピソードがあります。ちなみに呼吸を止めた後は、止めていた時間以上に深く呼吸をして、しっかり心身を回復させることが大事とのことです。恐怖心を取り除くことができるのだそうですよ。7、分かち合う。システマでは見た目は特殊部隊が行っているような実践の稽古があるのですが、稽古の後に全員が必ず意見を言う、意見に対して批判しないというルールのもと、自分の体験を分かち合うのだそうです。特にリーダーとなるような人、世界的企業を作るといった人には、人を動かすという能力が必要になるのですが、そのためには細かなことは伝えず、大きな目標だけを伝えて、あとは一人一人の自主性に任せる、ただし情報は共有することが大事という教えがこの分かち合うです。後半実践編、究極のたった一つの教え、誰でもいつでもできて、無意識と意識をつなぐための唯一の方法、そしてシステマの究極の奥義、それは呼吸です。ではどのような呼吸をすればいいんですかというと、それは鼻から吸って口から吐く、たったこれだけです。普通じゃないですかと言われそうですが、この普通でいることがとても大事なんだそうです。意識して鼻から吸って口から吐くを繰り返すことで、体の緊張が徐々に取れてくるようになります。意識してみるとわかりますが、ちょっとした想定外のアクシデントに遭遇すると、一瞬息が止まっていたり、浅くなっていたり、リズムが乱れていたりするのですよね。
この鼻から吸って口から吐くをどんな時でも意識的に続けることがシステマの究極奥義だと思うのですね。なぜかというと、理論編でお伝えした17の指令の中のゆっくりやる、知る、姿勢を整える、力を抜く、限界に触れる、分かち合う、これらすべてがリラックスして呼吸をすることにつながっているからなんですね。さあ早速この動画を聞きながら鼻から吸って口から吐くを繰り返してみましょう。人生学校は仕事中に常に鼻から吸って口から吐くというのを実践してみたら、驚くほどその日は体が生き生きして疲れにくかったですよ。また限界まで息を止めるという実践もやってみましたが、苦しく感じてからさらに10秒ほど我慢すると、その後呼吸できるだけでいかにありがたいかがよくわかります。この本は夢を叶える像のようなストーリー仕立てで本当にわかりやすく楽しく聞けます。フィクションのストーリーが苦手な方にはおすすめしませんが、自分の潜在能力を高める方法を楽しく学びたいという場合は絶賛おすすめします。人生は楽しいかい?の Amazon Audible のリンクを概要欄とコメント欄に入れておきますね。最後までご覧いただきましてありがとうございました。あなたは限界まで息を止めることってありますか?コメント欄でぜひ教えてくださいね。これだけ聞いたら完全に変態の質問ですね。あなたからのコメントを楽しみにしています。あなたは鼻から吸って口から吐くことで人生に心にも体にも余裕が生まれます。それではまたお会いいたしましょう。ご縁に感謝いたします。